ウェディングドレスに問題がありました。你好，我是宫崎咪咪。今天我坐火车去苏州，因为两个月之前我在苏州订的婚纱，然后一个星期之前婚纱店的老板给我打电话，然后他们已经做好了，所以今天的话是我坐火车去那边，然后在当地看一下婚纱有没有问题，然后如果没有的问题的话，我们拿回来。然后上次我们订婚纱的时候开车过去，但是来回的话是5个小时，五个小时的话非常辛苦，所以这次的话我们选择了坐火车，大概来回的话是3个小时。很久没有坐火车，所以我非常期待。最近全然火车に乗ってないので、上海の新幹線に全然乗ってないのですごく楽しみです。久しぶりに乗ります。现在我们在上海火车站，これから苏州に向かいます。まず先に我们要买票，然后买票的时候我们要提供一些身份证，我的话是外国人嘛，所以是今天我带了护照、パスポートを今日持ってきたので、パスポートを提示して買いたいと思います。最近的地方，苏州站，两站，对，火车站。在苏州站，下午1点钟。下午一点钟。下午一点钟可以。是高铁吗？是高铁的吗？啊，两站。79.79元です。めっちゃ安い。2万79元。不到2000。外国人的话，中国人是买票的时候要一些身份证，我的话是护照，然后中国人的话是要身份证。すごい人、なんかもう包丁団というよりも、もうエアポートに近いような感じ、すごい大きくて、なんかもうすでにちょっと私もう維持変レイラちょっと疲れちゃったんですけど、これから蘇州に向かいたいと思います。还有徐分钟就我们出发。市場一樣很大，空港みたいにめっちゃでかいです。すごい。なんかちょっと感動。皆さんお気づきかもしれませんが、この動画ウェディングドレスがどうのこうのっていうよりもはや新幹線の動画になってる。日本の新幹線と同じだね。中国的火车的话是可以选择两种，两种吗？一等还有两种，二等。很多。是我们的话，这次选择的是二档，不用一档的，因为是三十分钟就会到那边嘛，所以今天我们的话选择二档。二等級の席を選びました。一等級ではなくて、ファーストクラスじゃなくてもいいかなって今回思って二等級にしました。そう、やっと動き出した。現在刚刚出发了。
一点就要出发。不一样，不一样，不那么回事。めっちゃ早いよ。もう歌を30分以上中到了。もう30分もなくてすぐに着いちゃった。あっという間に、もう目を無視だし、全然。なんか寝てる暇もないぐらいすぐに着いちゃいました。もういい点パン。距離的话是从东京到京冈县。東京から静岡ぐらいの距離なのかなと思います。もうなんか本当に自分が思ってたよりも全然早く着いちゃってちょっとつまんないぐらい。中に入れて出ます。ああ、ナピョン、またなんかこれ持ってかなきゃいけない。吸い込まれんじゃなくてなんか持ってかなきゃいけなかった。ごめんなさい、時間が来てしまいました。超でかい蘇州のウェディングドレス問屋街、そして私のウェディングドレスの運命は次回お伝えします。那今天的话到这里，如果你喜欢我的视频请给我赞，对了还有请不要忘记登记我的频道，谢谢大家，再见。